こんにちは、レバナス一本リーマンです。先ほどライブ終わったので、えーまあ、そのライブちょっと長くなっちゃったので、1時間ぐらいやっちゃったので、ちょっとまあそれを10分から15分ぐらいにまとめて、 え、中身だけ解説したいと思います。火の行部門購入者数と失業率が出てくる雇用統計、え、金曜日に発表されましたね。ちょっと金曜日、え、私家にいなかったので、え、速報を出せなかったんですけども、ここについて、皆さんが誤解している点、あの、20万人の予想に対して非の業部門雇用者数は26万3000人増と、 あの相当増加数が増えたんじゃないのっていうところを言ってるんだけれども失業率は変わらないんだけども非農業部門雇用者数は相当増加したっていうところに関して少し皆さんが誤解されているところがあるのでそこをしっかり解説したいと思いますで、えー、この20万人っていうこの非農業部門雇用者数と失業率っていうのはこの BLS っていう 組織が出してるんです、ね、まあ日本でいうと、まあ、なんだろう国務省の、まあ、な,なんとかかみたいなところだと思うんだけれども、まあ、あの国勢調査とかねやりますよねあのそんなような感じで、えー、今の雇用状況をおいろんな人に電話したりもしくはメールしたり電子的にいろいろや調査して、えー、それを集計して出すんだけれどももちろん調査自体は BLS 独自でやるというよりかはあの まあ下請けとかに出して、民間企業が調査していくんだけれども、ポイントは2つ出してるんですね。1つはこのハウスホールドデータで。もう1つがこのエスタブリッシュメントデータ。この2つ、両方とも雇用統計なんですよ。ただ出てるのはどっちか1個しか出てないんですね。でえー、とまあ結論から言っちゃうと、このエスタブリッシュメントデータしか出てないんですよ。あの軍門公有者数に関してはね。 で、それぞれちょっと見ていきたいんだけれども、あのちょっとズルしてるっていうところもあるので、そこをしっかり解説していきたいんですが、まずこのエスタブリッシュメントデータ、ここに関しては、11月、先ほど言った26万3000人増で、先月は28万4000人っていう、かっこの数字になってると思うんだけど、ここの28万4000人の先月に対して、今月は26万3000人になりましたよっていうのがこの数値です。で えとまあ、何がさっきの2つで何が違うのっていうところを解説する前に、まずなんでこんなに増加したかっていうところなんだけども、1つは、えー、ヘルスケアがかなり上昇しましたね、とヘルスケアはもともとここ最近高かったんだけども、これはコロナによるその医療機関の逼迫っていうところがあって、どんどん人を採用しにいってますよっていうところがまず1つの原因としてあります。こ、ま、こ、あ、ここはははもううううししょががなないいでですねここはま減らしようがないと思うの FRB 今雇用労働市場を 破壊しに行ってインフレを抑えに行こうとしてるんだけども、さすがにこのヘルスケアだけはもう手を出せないなと思っていると思います。え逆にむしろ他のところですね、他のところあの破壊しに行こうとしてるんだけど、もう一つは政府機関がそもそも今、あ 取取りりにに行行っっっっちちゃゃててるんでですすね雇用をもともとこんだけ、えー、低かったんだけども一気に、えー、最近上昇傾向にありますよというような感じになっていますまあこれが上昇した理由なんだけれどもまあ,あのどっちにしても26万3000人増っていうのはエ、えー、スタブリッシュメントデータこれは企業に電話してもしくはメールして、えー、回答として、えー、こんだけ採用してますよとこんだけ雇用してますよっていう回答をもらってその企業を何万 企業かとかに電話して、もしくはメールして、返ってくる、集計して出している数値です。26万3000これ増えてるの、ね、で、ここはもうあのしっかり <laughs> ご理解ください。増えてます。で、えー、ここまではいいですよね。ここまでは、あのまあ、増えてるんですよねと。ただ、もう一つの方ですね。問題はこっちですね。ハウスホールドデータ。これは家計に電話して、もしくはメールして、まあこ、こ電話がメインなんですけども、 えどんだけ、えー、あなたはあ仕事してますかとかっていうところを調査してるんですけど、これ上は全,全体なんだけども、実際、えー、っと、今回のやつはここの数字になってます。えー、ノンベンバー、今月は164481でした。えー、オクトーバー、先月は164667。これ差し引きすると、ノーベンバー、11月の方が低いんですね。えー、マイナス186になってるんですよ。ハウスホールドは減ってるんですよ。 あなた仕事してますかっていう質問に対して、私仕事してます。僕は仕事してません。っていう回答の集計を取ってみると、実際は減ってるんですよ。これどういうことかっていうと、これちょっと簡単に絵を出したので、ここで解説したいんですが、スタブリシメントデータ。これは民間の企業に対して BLS、もしくは BLS の下請けが テレフォンオペレーターが例えば、これ分かりやすくテレフォンオペレーターでやってますけども、あのまあ、メールとかでも実はやってたりするんですが、まあ、エスプレッシュメントデータは、まあ、こういうふうに BLS がテレフォンオペレーター雇って何人雇ってますかっていう会社に電話します。あプルル、もしもしあなたのところ何人雇ってますか ?100 人雇ってますってこの女性の方が 言います100人雇ってるんですけど、実はその100人のうち何十人かは副業とかあの他の企業でも働いてるのよっていうふうに言ったとしても、このオペレーターはあそんな面倒くさいこと聞いてないので100人雇ってるってことですね、はい、わかりました、ガチャ、ありがとうございましたっていうことで、100人っていう数字だけが残ります。で、もう一つはハウスホールド、同じように BLS のテレフォンオペレーターが各家に、この家計ですので、家計に 電話して、リモートしてる人とかも含めて、今、仕事してますかと聞きます。で、そうするとあ、はい、してるんだけども、ボクちんは、えーまあ、メタとマイクロソフトとアップルと3つを掛け持ちしてますよっていう言い方をします。まあ、実際この3つ掛け持ちしてるんでね。で、今、なんでこんな3つも掛け持ちしてるかっていうと、あのもうそもそも物価高で生活に余裕がないんですね。貯金も。 ない状態なんですよ。パーソナルコンサン,シンあパーソナル、えー、セービングレイト。今、過去最悪ですよね。リーマンショックの時と同じぐらいの感じになってますと。で、そうなってくると貯金もないから、もう掛け持ちしないとやっていけないぐらいのところまで来てるんですよ。なので、えーまあ、僕、仕事してるんだけども、掛け持ちしてますって言おうとしたところで、あ、別にそんなの聞いてないですから、1件としてカウントしておきますねっていうことで、1としてカウントするんですね。BLS は。<laughs> そうすると何が起きるかというと、この人を掛け持ちしてる人、まあさっき僕メタって言っちゃいましたけど、例えばアマゾンとマイクロソフトで働いてたとすると、BLS の人はアマゾンに対して、えー、まあ仕事、何人雇ってますかあ ?100 人です。マイクロソフト何人雇ってますか ?200 人です。あ、そうですか。まあもっと雇ってるんだけどね、もこのガーバム m とからね。なんだけど、まあ例えば100人、200人です。っていううちの1人がこの人なんだけども、この人は掛け持ちしてるんですよ。なので、 これ、2件としてカウントしてしまうんですね。1人しかいないのに、2件として BLS はカウントしてしまう。これが、このハウスホールドと、ハウスホールドとエスタブリッシュメンターデータ。これは民間企業の調査と家計の調査で違ってくるところ。家計の調査っていうのは減ってってるんだと。こっちの方がおそらく確からしいと思ってるんだけども、なんで えー、減ってる方は出さずに、増えてる方を政府は出しているのか。それは政権にとって、今の失業率、もしくは非農業部門雇用者数、雇用統計っていうのが悪いと、あまりよろしくない。じ、実情は減ってた方がいいあの、実情は雇用は弱くなってた方がいいんですよ。それはインフレの実情はね、ただ、見える数値としては政府が、政府機関が発表する、この、 政府機関が発表する数値としては高い方が政権にとっては有利になるんですよ。議会でも面倒くさいことも言われずにね。で、これはアメリカの国民でも分かってないし、特にこの数値をそのまま出すようなあ新聞社とかね、もうそのまま数値を出し,出しますからね。労働市場はまだスキルなんていうことを言っちゃうぐらいこういう数字を一切分かりもしないくせに、えー、言ってしまうと。 ロード資料はまだ熱いんだみたいなことを言ってしまう。実際はカウントの仕方とか、そういうところを理解していっていただきたいんだけれども、数値っていうのは一つ一つに意味があります。その数値一つの前提だったり、その数値が意味するところ、どういう数値の背景があって、これは何を意味するのかっていうところを理解しておかないと、こういうことを言っちゃったりするのでね。 まあなので、しっかりそういうところを理解していっていただきたいなと。このチャンネルを見ていただいている方ね、特に。で、もう一つポイントは3.7%っていう失業率、これですね。3.7%の失業率は、なんで、あの、 変わらないのか <laughs> まあここに関してもちょっとトリックがあって、ここはまあ先ほどほどそんな面倒くさいことではないんだけども、あの先ほどハウスホールドデータとエスタブリッシュメントデータ2つあると言いました。で、非の漁部門公者数はエスタブリッシュメントデータを使っています。だけど、失業率はハウスホールドデータの方を使ってるんですね。これ、ハウスホールドデータの中見てみると、この3.7という数値があります。で この3.7%っていうのはどういう数値かというと、この前提条件また見ていきたいんだけども、このア n ネンプロイメントア t ネンプロイのカウントのクライテリアっていうのはどういうことですかっていうと、まず働いていない。これはまず第一条件。そして二つ目としては、働ける状況にいること。そして三つ目、何よりも重要なのが、specific active effort to find employment っていうふうに言ってるんですね。つまり、積極的に仕事を 探している人,この,人この3つの条件が当てはまって初めてアンネンプロイの数値になるんですね、まあ、分子になるんですねで。ただ、さっきも言ったように今ね、企業が相当首にしまくっている、解雇が加速してってるで、そうすると職場環境っていうのもパフォーマンスを高くしないとあんたクビ、ね、首ねっていう風に言われてしまいます。そうなってくると おもうね、相当厳しくなって、あの、高いパフォーマンスを出さないと、めちゃくちゃ上司からブラックみたいなこと言われる。で、そうすると今は仕事したくないんですよ。で、まあクビになっちゃったら、また仕事を探せばいいんだけども、今の世の中仕事をしたくないと。そんなに厳しいこと言われるんだったら仕事したくない。ということで、この人は仕事を探さなくなっちゃうんですね。このアクティブエフォートファインドエンプロイメントの、この 枠に入らなくなっちゃうんですよ。そうすると、そもそも仕事し、あの、失業者にはならないんですね。この失業率のカウントする母数分の失業者の失業者に入らなくなっちゃうんですよ。母数からも1引かれるし、失業者も1引かれるんだけども、1、えー、っと分、分子は変わらずに分母だけ、えー、増えていくんですね。なので、そうなってくると、この職を探さない。 そうすると、失業率っていうのは、こういう人が出てくると、失業率っていうのは上がらずに低下するんですよ。ちょっとややこしいかもしれないけど、普通は仕事したくない、で仕事,仕事を探さないと、失業率上がってきそうな感じはするけど、でも今の失業率のカウントの仕方っていうのは、アクティブに探していない、職を探していない人っていうのはカウントしないんだということになってくると、 結局、失業率っていうのは全体の数値としては下がっていっちゃうんですね。ここはあの失業率のマジックで3.7%っていうのはあの、まあ、確かに数値としては正しいですよ。正しいんだけども、もう仕事はあの探さなくなっちゃうとこの3.7%っていうのは増えないんですよ。っていうところはしっかりご理解いただきたいと思います。それからもう一つは、あのこれ、青が非の魚分を超えた数、赤が失業率なんだけども、 これからリセッションが発生してきます。リセッションが発生するのはなぜかというと、あの今、逆イールドが発生しているからですね、逆イールドが発生する数年後にはリセッションが発生します。でそうなってくると、今の逆イールド、とんでもないやつですね。ねこれ10年ものから2年ものを引いた逆イールドっていう金利を差っ引いた分が、えー、長期金利より短期金利の方が高くなってしまうので、それってかなり異常ですよね。それが起きると あのちょっとロジックはもう置いといたとして、これ毎回説明してるのでもう、もうそれは説明しないとしても、逆イールドが発生すると、リセッションは2年後以降には、あの1年から2年後以降には確実に起きるんですよ。で、この幅が大きければ大きいほど、とんでもないリセッションが起きるよ。で、今まではそう起きてました。ただ、今までの逆イールドって、リーマンショックの時でも0.16しかいってなかったんですね、逆イールドの幅が。IT バブルでも0.47しかいかなかったんですよ。 ここまでひどかった逆イールドっていうのはこの時なんですね。この2980年代のポール・ボルカーショックと言われている時代。この時まで遡らないと今の逆イールドっていうのはなかったんですよ。なので逆イールドっていうのは発生したら次にリセッションが起きる。で、今逆イールドが発生してるからもう1年から2年以内に、えー、大きなリセッションが来るだろうと言われています。で、えー、まあリセッションの前に何が起きるかっていうと、 この赤の失業率が急激に上昇していくんだけど、赤の失業率が上昇する前に、火の行部門雇用者数は少しずつ減って、減っていくんですよ。ここね、えー、毎回そうです。ここがまだ、赤が上昇する前に、青っていうのはもう下落し始めてるんですよ。で、今は確かに3.7%っていう失業率は上がってないかもしれないけども、青の火の行部門雇用者数っていうのは、大幅に下落してってるんですね。だから、そのうち失業率っていうのは、 あの、どっかで上昇していくことになると思います。まあ、それはもう今まで言ってるように、11月はもう4万6千人の職が失われました。で、それから、え、各企業を持って見てみると、あの、クリプトの企業なんて1100人クビ民しました。HP も4000から6000人ビ民しました。H&M も1500人ビンしました。ドアダッシュも1250人クビンしました。CNN もクビンするっていうふうに言ってるし、それからメタ1万1000人も、これは50% これ何パーセントだったかなちょっと何か出しちゃいましたけども、ツイッターも半分をクビにするって言いましたもんね。あの相当な数がこれからももうすでにもクビになりつつあります。ですので3.7%っていう失業率が上がらないわけはないので、あのこれからかなり大きな崩落が来る可能性がありますので、そこはしっかりご理解いただけたらなと思います。 ということで、今回は雇用統計に関しての解説をさせていただきました。えっ、ー、と、今の状況で言うと、まだ、12月14日、FOMC のところで50ベーシスポイントの確率が高いんですけども 78.、78.2%、21.8%の確率で75ベーシスポイントの利上げ。ただ、 えっと、最新のターミナルレートがちょっと、あの、おかしくなってて、500ベーシスポイントの最終金利はいいんだけれども、最後ね、ここがね、ちょっと、うん、11月1日は450まで一気にこの、50ベーシスポイント下がるんじゃないかって、ここら辺でちょっと今、いろんな関係者が、市場参加者が何か起きるんじゃないかっていうところを想像してると思います。だって、 下がって50ベースポイント下がって、また25ベースポイント上がってみたいなところって、普通はあのインフレのブルウィップと言われるところがまあ関係してくるんだけども、インフレ下がってくるんだけど、また上がってしまう。だから利上げをもう一回しないといけないみたいな、何をもってこういういびつな感じになっているかはあるけれども、とにかくいびつな感じになっている。今の債券市場。 金利がどうなるかっていうところを予想している市場の人たちっていうのはかなり歪な感じになっているっていうところが予想している状況になってます。えっと、あとは、えー、っと、ちょっと全体的に赤、 なってますけどもだくとしては0.4%下落しました、金曜日ですね。SP500 の SPX で0.12%下落、Apple で0.34%下落、Amazon1.43% 下落、Google0.44% 下落、テスラはプラス0.08%、Meta もプラス2.53%となっています。マイクロソフトは0.13%プラスで、SOXL の3倍ブルの半導体はマイナス3.48%。 TCL はマイナス1.76%これはテクノロジーブル3倍ですねそれから10年ものの金利としてはちょっと下がって0.63%下がって3.4882年ものの金利としては1.04%上昇して4.276と余計に逆 y ー e l が大きくなってしまいましたね10年もの引く2年もの がマイナスになるということは、客ールドが発生、余計に大きくなっていくということになっているので、かなり今、厳しい状況に陥っています。それからドル円ですね、0.7%下落して134円31銭ですね、かなり下落してきました。あの前も言ったように、これから FRB が利下げを、利下げというか、金利上昇幅を緩めてくる。 どっかのタイミングで先ほども言ったように金利を下げてくるこういうような環境下ではドルはどんどん売られることになりますで日本円が買われるというよりかはどちらかというとドルが売られて別の通貨は買われに行くで日本円が買われる時っていうのは日本のインフレが上昇して金利を上げに行く時 ただ、今、確かにインフレは3%とか、そういうところまで行っちゃってるかもしれないけど、日銀が金利を上げるところまでには、まだまだいかないかなと、ただそれでもドル円に関してはドルが売られるので、円は積極的に買われないですけども、ドルが売られるので、ドル円としては下がっていく傾向にあります。これれはもうう私がが去年の11月からずっととドルが買われますよという風に 行って、12月くらいからかな、あの第何回の動画か忘れちゃいましたけど、ドルが上がる、ドルが上がるって言ってきましたけど、その通りになりました。でこのタイミングで初めて金利上昇幅が緩まることになる。つまりピボットが起きることになるということになるので、 ドルがあこれから売られますよというのは前から言っていましたが、まあ、ドルが売られてきました。その後、まあ、大きな利下げが発生してくると、さらにドルが売られることになるので、まあ、もし興味がある方は、ドル円をあのやってみてはいかがでしょうかということで、えー、っと、あ、しまったな、これ変なやつ出しましたね。えー、これ、昨日、さっきのライブですけども、<laughs> えーまあ、ロシアパパさんの最新動画ありますけども、まあ、もし為替で、えーと、ドルを持ってなくても、ドルを売るっていうことはできるので、 あの、FX 証券だとね、この dmm.com 証券。ここだと最大 20, 20万円キャッシュバックされますので、まあ、ここでね、FX もし興味があるんであれば、やってみたいかがです。今は最,最大20万円分キャッシュバックということで、興味があればやってください。まあ、T 証券 FX、まあ、まあ、ここも50万円キャッシュバックなので、まあ、私は、まあ、こっちかこっちかかなと思ってますが、あとはレバナスやりたい方は、100円から自動積み立てができるマ、まあ、ネックス証券もおすすめです。 はいということで、今回の内容は以上となります、えー。今回の動画がいいなと思った方は高評価お願いします。ダメだなと思った方は低評価で大丈夫です。えー、それから、えーと、メンバーシップもやってますので、チャンネルを応援していただける方はぜひ参加していただけると嬉しいです。ということで、今回の動画はあ以上となります。はい今回の動画は、えー、雇用統計に関して、えー、少しあのあの深掘ってみましたが、いかがだったでしょうか。 また何かコメント等あればコメントにてご意見をいただければ嬉しいです。はい。ということで今回はこれで終わります。それではみんなでスんンを爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。終わります。